今回は徳山駅から徒歩3分です。お宝屋徳山駅前店をご紹介します。それではお話をお伺いします。こちらがお宝屋の店長ひろやさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、まずはこのお店のご紹介をお願いします。はい、当店はお宝屋徳山駅前店でございます。お宝屋といえば、全国でも約1000店舗ある業界最大手の買取専門店です。そこのフランチャイズ加盟店として、今から4年前から営業の方をしております。具体的にはどのようなものを買取されているんですか？はい、一番メインはやはり貴金属だったりジュエリー、あとはブランド品ですね。そういったものなんですけども、それ以外にも例えば、昔使ってたのテレホンカードだったりとか、記念切手だったりとかっていう金券類だったりとか、骨董品ですとか、それ以外でもこれはどうなんかな、値段つくんかなって気になるものは何でもお査定させていただいてますので、お気軽にお持ち込みいただけたらと思います。ちなみに今金って値段がすごく高いっていうふうに聞いてるんですけれど。そうですね、もう今歴史的高騰中ということで、やはり、金の、貴金属のお持ち込みは大変増えておりますね。あと金だけじゃなくて、実はプラチナとかシルバーも今すごく高くなってますので、例えば昔買ってもうちぎれたネックレスとか、片方なくしちゃったイヤリングとか、実はそういうのもちゃんとお値段がつくので、まずは一度査定に出されることをお勧めします。では査定の方法を教えていただけますか？はい、まず圧倒的に多いのは店頭にですね、お品物をお持ち込みになられて、で その場で、お査定をさせていただきます。大体ブランド品とかですと、平均大体10分から30分程度、量がたくさんありすぎるとか、なかなかちょっとお店には行きづらいなというような方向けなのが出張査定というものも行っておりまして、こちら出張料無料で、お客様の、ご自宅にお伺いして、お査定の方をさせていただくということもしております。単純に値段だけが知りたいという方は、写真を撮って LINE で送っていただくと、LINE 査定という簡易査定も、サービスで行っております。せっかくですので、私や私の母親の私物って査定してもらってもいいですか？はい、もちろん喜んでお査定させていただきます。ありがとうございます。さあ、それではいよいよ査定です。カバンに貴金属、こちらのネックレスですね、そして時計を持ってきました。一体これいくらになるんでしょうか？さあ、それではいよいよ気になる査定金額の発表です。はい、ネックレスからお願いいたします。18金のネックレスですね。じゃん、はい、4グラムございました。こちら、お買取金額が3万2000円です。そこまで大きな変動は今ないので、だいたいこの重さでしたらそれくらいの金額でお買取可能でございます。こちらルイ・ヴィトンのバッグは、1万円で値段つくんですか？はい、ルイ・ヴィトンのバッグにつきましては1万円を切らないようにというのがうちの方針でございますので、一応未使用で不動品と、いたしましてお買い取り金額は5万円になります。使ってないものって意外と高いのかなと思ったんですが、物によるってことでしょうね。物に、そうですね、どうしても買われた時の金額よりは下がってしまうのはご容赦いただければというふうに思います。なるほど、なるほど。はい、では最後、はい、私の持ち物ではないのですが、はい、こちらはいかがでしょうか？はい、エルメスのケリーバッグの28センチのタイプですね。こちらのバッグですけれども、お買い取り金額が、52万円です。ちょっと待って、はい、そんなにするんですか？そうですね、やっぱり需要がすごくあるお品物で、なかなか買いたくても手に入らないというものなので、そういったものについてはやはり必然的にお値段の方もお高めになると。それで、トータルいたしますと全部で61万2千円。はい、そうです。すごい。こちらが、買取価格となります。ひろやさん、なんか査定額がちょっと高くてびっくりしてしまったんですけれど。ありがとうございます。いいですか？はい、
どうしてそんなお値段になっちゃうんですか？そうですね、当店では通常一社だけの査定額を参考にするのではなく、他にもいくつものバイヤーさんを持ってます。そこに同時に相見積もりを出すことで一番高い査定額をつけてくれた、バイヤーさんの金額をもとに、お買い取り金額を提示させていただいています。当店ではですね、たくさんあるこういう買い取り専門店の中でも何かちょっと違う特色をということでお買い取りさせていただいた方金額に応じてですけれども、現金つかみ取りでさらに買い取り額に上乗せというサービスですとか、あと査定だけでもこう日用雑貨が当たるこうガラポン抽選だったりとか駐車券、駐車の無料券のサービス、そういったものも、行うことで、お客様へのサービスの向上を図っております。ではひろやさん、最後になりますが番組をご覧の皆様に何かメッセージをお願いします。はい、お宝屋徳山駅前店の最大の強みは何と言っても、リピート客の多さだと思っております。それだけ、お客様の満足度が高い、そういった、接客に自信を持っております。当店のスタッフは全員周南市出身の地元の人間でやっておりますので、おしゃべりしに来るだけでも全然大歓迎でございますので、ぜひ、何か気になるお品物がありましたら、お宝屋徳山駅前店の方へお越しください。お待ちしております。さて、今回はお宝屋徳山駅前店をご紹介しましたが、いかがでしたか？皆さんのお家にもお宝が眠っているかもしれませんよ。お宝屋では現在、貴金属、ブランド品の強化買取を行っているそうです。手数料、査定料などの料金は一切不要です。また、買取料金に応じて現金のつかみ取りなどもされているそうなので、興味のある方はぜひ足を運んでみてくださいね。